マンダー X リリチョカモン、たまにはテレポしないで歩いていくか。こんにちは。今回は、はい、なんかえらい重装備、コマンダー、パスファインダー、冒険の極意について学んでいきましょう。マイクラのオーバーワールドには様々なダンジョンが存在します。それらを攻略していって学んでいきましょう。あ、そのダンジョンの中とかにの何がいるのかとか、どんな敵がいるのかっていうことね。ダンジョンとかはさ、いつもさ、リリチョークラフトの時とかももう勝手に行ってんだよ。メンバーが勝手に攻略してアイテム集めてきてネタするみたいな感じだったから、実際自分が行くことってあんまないんですよね。あ、これなんかシリーズ化すんのか。記念すべき第1回は魔女の家です。魔女の家にはウィッチ、かっこ魔女が住んでいます。はい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 。そいつらを襲撃して戦利品をゲッチュするんだ。はあ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 。いいよ、どんどん行って。うん。だから多分今向かってんだな、一応。俺とコマンダーと真っ白で行くのかな。着きました。あれか。なんか そんな、なんか。なんか もっとなんか、魔女っぽい家ってなんかめっちゃ高いところにそびえ立つみたいなイメージがあったんだけど、なんか そんなだな。あれ、あ、見たことあるわ。あ、これのこと言ってんのか。あれ、攻撃しなければ攻撃してこないのこいつ。ほら、ふざけんな、お前。攻撃してくんじゃないか普通に。やばいやばい、ミルク。えい、ほら、オッケー、やったクリアーって。てか、お前ら準備するのも大変そうだな、これ。一回準備したアイテムなど差し上げる。 ありがたい。パンとかくれるんだ、ありがとう。次回はもっと強大な敵が待っているのでお楽しみを。あ、もう準備してるんだね、さすが。楽しみに待っとくわ。オッケー。コマンダーってさ、この前あの バンダリズムとかと遊び行ったの、結局。本当に行ったの？それの話もしたくてさ。あ、どんな感じだったの？多分ね、ドラキュラクラフトで多分先に上がってると思うんだよ。あの ショータとバンダリズムのやつ。でもあそこで多分俺謹慎させますみたいな感じで動画上げてると思うんだよ。多分。どこ行ったの？あの バンダと。DM 来たんだよ。すいません、謹慎期間中なんですけど行ってもいいんですかねみたいな。まあでもまあそれは別にほら、プライベートだからみたいな、撮影とはあれだから、道に今行くのはいいぞみたいなの言ったんだよ。あ、秋葉行ったの？何、秋葉のアニメートとか行ったの？バンダ秋葉原ブラブラなのね、それ。デートじゃない、もうそれ。視聴者に説明するとさ、いや、あれから本当に今謹慎してんだよ。本当に今ディスコードっていう、チャットグループみたいなのがあるんだよ。みんなで連絡を取り合ってる、あそこのグループにいないんだよ、バンダリズム。まあ、自分で抜けたんだけどね、あの後。まあ、動画で説明してるか分からんけど、前の動画で。で、休んでるんだけど、そう、ツイッターで あいつやらかしやがったんだよ。要はさ、活動休止みたいな、謹慎してる、要は悪いことをしたわけやん。まあ、明らかに悪いことをしやめてるから、やっぱそういうのをやっぱね、そう、ツイッターとかでさ、平気でなんか俺今日も遊んだんだよみたいなツイートとかすると、メンバーからすると不快やん。やっぱ反省して、ちょっとこう、なんだろう、謹慎期間中はちょっと反省してるのかなっていうのをやるためにも言ったんだよ。だからツイッターは使うなよって。ツイッターとか特にツイートとかすんなよみたいな。言ったんだけど、あいつ普通にやったんだよね、なんか。あ、そう、コマンダー X のスキンを考えたのは僕ですみたいな。あと、お金が欲しいみたいな。あいつはさ、ほら、リリチョークラフト第2シーズンで自分で、俺別に何も言ってないんだよ、俺。で、自分で言ってるんだけど、あいつ ADHD で自分で発言してるんだよ。1個前のツイートかなんかも、俺ツイートするなよっつってるのが、僕は ADHD でみたいな、 DM の人に心配されたのでツイートしますが ADHD でみたいな、明らかにこう視聴者にこう心配してほしいのを匂わせるようなツイートもしてんだよ。だけどあいつ普通にネタで使ってんだよね。で、そのツイートのやつかなんかも聞いたんだよ。お前なんでお前ツイートしたのっつったら、そのツイートして多分何分後だっけ、練り飴がすぐ送ってくれたから、その後すぐ送ったんだよ DM。 そしたらさ、なんかさ数分後かなんかに、え、そんなツイート僕しましたっけとか言って、確認しますねっつって、あ、してましたとか、なんか多分さ、それもさ、多分言い方的にはさ、いや、僕 ADHD だから仕方ないよねみたいな、多分なんかそのなんか何もかんもこう ADHD 言い訳にしてないかみたいな。いや、だってさ、いや、その ADHD じゃないし、別に ADHD を批判してるわけじゃないんだよ。別にそれを批判してるわけじゃないんだけどさ、自分でツイートして、そんな2、3分でさ、自分がツイートしたっていうことを忘れるのかな、 ADHD って思って。例えばさ、俺と今目の前にラドンが会話してましたみたいな。で、今、いや、ラドン、お前将来頑張らんといかんぞみたいな、将来お前何になりたいのって話をしてて、それの流れで、お前今日の夜ご飯何食べたのみたいな話をしてさ、それでその前のさ、その将来何になりたいのっていう話を忘れて、その夜ご飯の話に集中してたみたいな、それは多分あると思うよ。
それあると思うよ。いろんなことのがごちゃ混ぜになって別の話をし始めるとかは ADHD であるんやけどさ、自分で内容を考えてツイートしたっていう事実を 2,3 分でポロコロって忘れるのって ADHD なのかなっていう気がしてすごくならないんだよね。まあまあ レインがごもっともなんだけど、なんかこう何もかんも ADHD のせいに今してるんだよ現状で。まああの今度貼る、今貼ると思うけど、あのコマンダー貼ったかな、勉強クラフトってやつをさ、もう一個その進行してる、上げてるかどうか分かんないけど、もう一つあのやってるんだよ企画を。だどっちかの、要はさ10月いっぱいまで一応お休みするっていう感じだから、バンダリズムが。だから11月になったら一回ちょっと裁判みたいなのをやろうかなと思って、ちょっと一回それでもうちょっとあの投票しようと、うちのメンバーとどう話してみたいな、ちゃんともう一回、いやあくまでもこれ人に聞いた情報だからね、直接話聞いてみないと分からんやん実際は。だあくまでもこれ一つ出て聞いてるやつだからさ、分からないけどさ、やっぱ聞いた方がいいやん絶対。 でしょやっぱ。だからわかんない、だから本当にあいつはもうバンされるかもしんないよね実際。いやだから別にさ、いやこれでまあ ADHD って言うんだったら、いや普通にね治療に専念した方がええやん、普通に考えて。でも今後多分例えばなんか物取りました、お前物取っただろ、いや取ってないですよみたいな、お前のチェストの中あったよ、あすいません忘れてました、僕 ADHD なんでみたいな、なんか悪いことをそのしてさ、それを全部 ADHD のせいにすんじゃねえかみたいな。いやそれはそれでさ、また違くないかってなるじゃん。忘れるのはしゃあないと思うんやけど、いや悪いことしてその全ての言い訳をさ多分しだすんだよ ADHD って多分。だから多分結局あの有名実況者さんとか多分見てるんだろうね、100万人以上超えてる実況者さんいるでしょ、マイクラのまあ王みたいな、こう参加型の王みたいなのがいるんだけどさ、その方の多分参加者も結構 ADHD つって、それを結構公に出してんだよ。だからその多分それを見て、あ俺も多分出したいなと思って出したと思うんだよね。でも実際そのなんだろう、その真実を知らないというか、なんでこれを出したのかみたいなのを多分知らないんだろうね。だからネタになってないんだよ全然。あいつ悪意しかないと思うんだよね実際。まあ、全部が全部ってわけじゃないけど、悪いことしての事実だからね。って何、あなんかそうコマンダーがなんか言ってんだけどさ、あのこの前なんか行ったんだって秋葉原で、その時にバンダリズムだってすぐマックに行ったら、バンダリズムが席取ってくるからコーラとポテト買っといてって言われたから買ったんだけど全然払ってくれなくて、一応年上だし言いづらかったから向こうから来るの待ってたんだけど全然払う気配がなかったと。で帰り際に払ってって言ったら、あいいよって言われてやっと払ってくれました。忘れてたら払わなかったと思いますね。まあそれはどうなんだろうね実際。いやでもさ、でそれがまかり通るよねそれ言い出したらね、どんどん今後もね。いや別にさ、だから ADHD の人を批判してるわけじゃないよ、別に全員の人がそうやってるわけじゃないけどさ、あいつの場合はさ、今までの行動からしてさ、ここ数ヶ月半年間ぐらいのさ、なんか今までの行動からしてさ、あいつ嘘しかつかないから、基本全部嘘なんだよあいつのやってることって。だからワンチャン ADHD すらも嘘なんじゃねえのかなって、なんか俺すげえ疑っちゃうんだよね。あの ADHD 注意欠如多動症とは、年齢あるいは発達に不相応に不注意、落ち着きのなさ、衝動性などの問題が生活や学業に悪影響を及ぼしており、その状態が6ヶ月以上持続していることと定義されています。6ヶ月も続いてんのかなあいつ。6ヶ月前って何月だ、だから4月とかか、いたっけ4月とか。あん時すごい落ち着いてたような気がする。いやだから病院行ったのもワンチャン嘘つつもある。だから診断書見せてもらった方がいいんじゃない、普通に。あの別に病院名とか名前とかじゃなくて、あのいやあるじゃん普通に行きましたよって出せるじゃん、あの別にあの個人情報なしに、あの普通に出そうと思って出せるじゃん、行きましたっていう証明がね、名前とか病院名と名前とかその時間とか全部伏せればさ絶対わからんじゃん。だから自分の不都合なことは忘れてんだよ。だから例えばあの好都合なことは記憶してん。例えばさバンダリズムがいやこのネタやりたいですみたいなこのネタやりたいんですけどみたいな、そういうのは覚えてんだよ。だけどなんかお前これやっただろって言ったら、いや覚えてないですとか、あで他のメンバーにこういうことされましたっていうのは覚えてんだよ。でもお前がお前これやっただろって言ったら、いや僕やってないですみたいな、そんな感じなんだよね結局。まあ一回これはまあ本人から聞かないとわからないと思うし、多分この動画が上がってる時には多分今何が多分11月ぐらいでしょ、今みんなが多分この動画見てるのって。だからおそらくもうバンダリズムとは決着がついてると思うんだよ。要は全く反省せんかったわけやからな。まあだからそりゃまあしゃあねえよなっていう感じよね。で結果俺らメンバーのことをなんか無名どもがみたいな罵りまくってるからね。メンバーに嫌われることもダメだからね。いやうちのメンバー全員に嫌われたりとかしても結局撮影もできんやろ。まあそれも結局バン対象でしょ実際は。馴染めないじゃないんだよ、あの嫌われてるんだよ。だから嫌われたりとかしたら多分撮影できへんからな。だからまあしっかりとねそこは全部動画にしていければいいのかなと思いますね結果的にはね。じゃないとあいつ絶対動くよ多分。動くんじゃない、あのこの流れだと多分さ、例えばさそのまあ、これでバンしましたみたいなした後にただツイッターとかでリリチョウの動画班になんか僕は ADHD で忘れるのは仕方ないと思うのにいじめられましたみたいな、
病気を否定されましてみたいなツイートして炎上を持っていくんで、なんか道連れにしようとするんで、デレデレに ADHD がどぬくうのみたいな、またなんか言ってもねえようなこと多分言い出すと、あいつの性格上多分やるなよっつってもやるから、だから そんな子なんだって今まで。あのだってあの女性リスナーと DM してるって言ってたよこの前しりとりの時に。それでなんかお前らにはなんかツイッターでファンも一人もついてないけど俺にはついてるぜみたいな上げ足取って、ドラキュラクラフトでなんかおめえら無名どもがよみたいなこと言ってんだよ。別に付き合うとかは別に否定はしないけどさ、なんか悪いことばっかりするよなあいつな。結局なんか自分で生活サバ作ったってやつも同感したんだけど、あれも結局どんな感じになってるのかって話やけんな。え、生活サバ消えた？え、消えたのコマンダー？生活サバ、バンダリズムの生活サバ、あのど新メンバー選抜クロフトであげたやつ、 あれ消えたの？消えてるってお前知らねえのかよ、お前知らなかったのかよ。え、なんで消したの？え、ユウトなんで消えたの？バンダリズムの生活サバいきなり消したの？いきなり消した？え、それやばくない？え、だって参加してるさ普通の一般の方とか結構いたんじゃないの、何十人って。まあ、半分は減ったっつったけどさ、消えてる？マジで？え、だって一般の方が参加してたじゃん。一般の方はすごいそのマイクラのその生活サバでやることを楽しみにしてたんじゃないの？なんか言ってんのかな。今気づいた。あれだよコマンダー、お前これちゃんとなんか DM とかで言ったのっつったら、あ、一応言ったけどみたいなこと言いそうなんかあいつまた嘘つきそう。何も言ってないでいきなり消したとしても、え、一応謝罪みたいなの言ったんだけどねみたいな、なんか言いそう。あのメンションアットエブリワンとかディスコードしたらすごい通知が届くように設定できるんだよね。え、だって普通にそれ晒される可能性ない？こいつあの生活サバももともとなんか別のやつやろうとして、なんか生活サバやったんだけどみたいな、生活サバ作ったんだけどそれも消してる、勝手に消してる、通知つけてる、じゃあ勝手に消したのあいつ。メンバーだけだったらいいとしてさ、一般の方も入ってるんでしょ。一般の方も入ってる生活サバだったら、それ一般の方からするとなんで消したのってなるんじゃないの。いや、分からんけど、どのぐらいの参加比率か分からんけどさ、少なくとも俺が昔動画に上げた時はさ、普通にだってなんか生活サバ動いたみたいなこと言ったじゃん。クソ迷惑じゃねえバンダ君さーって、え、クソ迷惑じゃない。建築みんなでしてた。え、だってさ、そういう人たちが集まってんでしょ。それ勝手に消したのあいつ。それ ADHD 関係なくない？忘れてましたみたいな感じでワールド消すのかな。だからちょっと一回俺さ、あの ADHD のなんかサポートセンターみたいなの問い合わせてみるわ。あの実際あの 病院の先生に、うん、多分フリーダイヤルとかあるだろう、普通に電話したら答えてくれるだろう。ちょっとその、まあ、Mac のやつとかは多分、まあ、ADHD の可能性はあるけどさ、普通にそのツイッターかなんかのツイートしたら出るのかみたいな、ツイッターでツイートして 2,3 分後にツイートしたっていう事実を軽度の人間が忘れるのかみたいな、ちょっと聞いてみらんといかんな一回。それはちょっと確実に聞いてみるわ。別にあいつを悪く言う気はないけどさ、あんまり悪く言う気はないけど、実際もうここまでのことをやってる人を信用できるのかっていうことよな。いや、すごいバンダリズム応援してくれて面白いって言ってくれるのはいるけどさ、結構カットしてるけど、やっぱ裏ではいっぱい問題を起こしてるからね。別にその忘れたとかはしゃあないじゃん普通に。なんかその別になんか、あ、この日ネタするの忘れてましたとか、別にそれはしゃあないと思うよ。まあ、Mac のやつもまあしゃあねえと思うよ。だから、マクドナルドでお金払うの忘れたみたいな。まあ、それはしゃあねえと思うんやけどさ。ってか、何人か落ちてる。ちょっと後で立ち上げ直すか。多分今後また多分大きい問題を起こすんじゃないかなって気がするよね。で、あ、今日もなんか DM 来てたわ。リリさん、英語ってどんな感じで勉強しましたか教えてくださいって来てた。返信するの忘れてたけど、だから本当になんか反省、まあだから、まあ、受験生だからね。だから多分、だから受験のストレスとかで発症したのかもしれんし、実際そんななんかたくさん問題起こしてるから、普通にバンしてもいいんじゃねえかなって気もするけどな。あいつのためだと思うけどね。だから結局なんか今後だからマイクラの撮影を言い訳にしそうだよね。受験落ちたのも、あんた受験なんで落ちたの、いやマイクラ入ってたからみたいなこと言ってさ、なんかやりそうよな。あ、ディズニーとかは行ってんのあいつ、受験期間中に。あ、なんか行ってたね。パンダコッタに送られたけど、なんかディズニー行ったみたいな。まあ別に、まあそれはいいけどさ。あいつ大丈夫なのかな。危ねえと思うよ、俺。いや、今俺がさ、それ再生数が数百回とかでいいけどさ、例えばこの動画上げてる時にこの動画が1万とか10万とか行くようになったらよ、もしも。そしたら 100% これおかしいだろっていう視聴者出てくるで絶対。今はさ、もう応援してくれてる人がほとんどだからさ、別に何も言われないネタで済んでるけど、いつか多分ネタじゃ済まなくなるからね。この勉強クラフトでやるか、勉強クラフトそんな長く続かないような気もするんで、あともう一個の、まあ、新しく始める企画があるんですけど、この動画上がってるのかな、わかんないけど、その企画の時にちょっとあのバンダリズムをもう一回呼び出して、ちょっとまあちゃんと事情聴取みたいなのをしたいなと思います。なんで
ちょっとまあ、うん、まあまあなんだろうな、まあな、うん、って感じなんかどんどん悪い方に進んでいってるなっていう感じで、まあこれはもう俺がもっと早く言ってあげればよかったのかもしれんけど、まあ分からんからな、自分でいきなり言い出したからな、 ADHD ですってね、動画でね。だからまあまあちょっと対応ができなかったとも俺の責任ではあるんだけど、ちょっとまあまあまあまた、まあ11月1日かな、1日か2日ぐらいにちょっとまたバンダリズムをワールドに入れて一回話し合う機会があると思うんで、まあそれもちゃんとまあ動画にできればいいのかなと思います。なので、まあバンダリズムのことをすごい応援してくれてるさ人もいるのは事実だけど、まあ時にはまあバンをしなければいけない状況ってやっぱあるから、なのでそこはまあ納得してもらえればいいのかなと思いますね。だからまたこれ新メンバーとか募集せんといかんかもしれんな、ちょっと。まあなんで、まあよろしくお願いします。はい、そんな感じで、おつ、バイボー。